さあ、ワンピーカー、ツーピーカー、7回も OK です。さあ、ベスト4、さあ、ピエール対トキド、ベスト4第1試合。さあ、アイザラビアンメイです。そしてトキドは10、サブキャラにはサブキャラを出したところか。さあ、トキドはね、最近、準備はもう寒いからあんまり乱暴で使いたくないという、やっぱ準備がいい、やっぱ準備がいいです。さあ、ピエール、おっ、さあ、細かいところないですよ。さあ、ケン、しかしこれケン対ヤンだと、やっぱケンの方が有利だと思うんですけどね。さあ、どうなんでしょうか。当然小手陣ピュアチェストロー。さあ、ピエールがお尻に連れている。あーっと、これ全体がよし、やっぱケンでいいですか。やっぱいけるそうです。さあ、さあ、どうなる。次へ来たのが仕込みくれ、投げです、投げです、細かいくれ、うわ、強く、さあ、強い、強い、強い、ない。さあ、体力が5分、おわっ、伝統的に、イエーレ、それやっぱ低い、やっぱ低いそうです。やっぱり低いです。さあ、やんたい準備、さあ、なんとなくユリアンよりはヤンの方が準備に行けたら気がする。さあ、モリモリゲージが溜まっていくだけだ。さあ、準備に対してはゲージ溜めるのも悩んです。さあ、ここで砲撃は使わない。さあ、ゲージは使わないまま、そちらがイスラム先生。さあ、こうやって割り込んでいくが、優勝とは繋がらない。おっ、中足ガールさんでコパンコパン吠えて、これはダンプレぐらいの意見。さあ、投げ決まって、おわっ、バレバレ、マグロフラッシュ取られた。さあ、一気に会場の空気がしなやかになりましたが、さあ、おっ、準備に対してウィリアンでいくでなく、ヤンで続行。やっぱり準備強い、登録待って。さあ、バルフォーには7分。さあ、追いつきまして、ゲージが溜まろうとしている。あっ、しかし、どっからでもワンチャンある。さあ、さあ、ピエールが取り返せ。
まあ、ポイントは絡んでるね、周りはピエールの応援をしています。さあ、うまくしよう。ワンチャンピエール、ワンチャンあるよ、ピエール。揺らしちゃダメ。はい、はい、はい。ピエール、ピエール、まだ分かんない。まだ分かんないか、ピエール。ピエール、ピエール、ワンチャンあるよ。やばいよ、マジで。さあ、ピエールが、ドキドキなって、決勝進出。さあ、続いては、ビジマルと行って。さあ、ピエール惜しかったです。